大事なところね、ちょっと線引いていこうかなと思います。まず最初に化合物 A は、まあ、水素原子、炭素原子、水素原子のみから構成されて、ベンゼン環を2個含むよと。で、まあ、分子量が500以下のエステルであると、いうふうに書かれてて、まずさ、最初のとこだね。ベンゼン環を2個含むよと、今が言われてんじゃん。で、500以下のエステルだよって言ってるっていうことは、まあ、この時点で少なくとも不飽和度っていくつかわかる。なるほどね、考えなかった。これね、結構みんななんか流し読みしちゃうんだけど、これ考えた方がよくて、ベンゼン2個っていうことは、ベンゼン1個でまず不飽和度って、そうだね、4だよね、ということは2個なんだから、そのやつをかける2倍するでしょ、ということはまあ8。あ、ここでまずベンゼンだね、逆で書くよ。ベンゼン1個に対して不飽和度が4だから、まあ、今回2個だよって言われてるので不飽和度が8になる。そしてエステル、エステル結合っていうのは二重結合が1個あるっていうことは不飽和値のはずだ。ってことは今少なく見積もっても、とりあえず不飽和度、この A の不飽和度については9だよっていうことになりますよね。はい、じゃあその続きですね。0.846g の化合物 A を完全燃焼すると、二酸化炭素 2.51g と、まあ、水が生じたと、まあ、0.594g 生じましたよと。ここでもう問1番解けますね。今 A の重さが 0.846g あって、こいつを完全燃焼させるよと、まあ、なので二酸化炭素と水だね。あ、それできた、さすがです。二酸化炭素と水が出ました。で、今回二酸化炭素がどのくらい出たかっていうと、まあ、2.51g で、水の方が 0.594g と、うん、出ましたよと。で、まあ、あとはいつもと同じような流れで持っていってなんだけど、多分この計算めんどくさかったでしょ。そう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 。これはでもね、なんか楽にやりやすかって言われたら正直ないのよ。これ俺も頑張ったもん。C についてはまあ、2.51g あって C だけの重さでいいじゃん。今だって H ってさ、あ、ごめん、 A ってさ、水素と炭素と水素の、あ、ごめん、炭素と酸素なんでしょ。ってことは A って今 CXHYOZ になってるはずじゃん。で、まあ X と Y と Z ってモルの比だから、まあモルの比に持ってあげゃいいよねと。まあこんな感じかな。はい、で、これ計算すると、0.6845 ってなります。はい。で、同じように H も計算していきましょうか。H も計算していくと 0.594。で、今 H の重さだけが知りたい、モルだけが知りたいよ、だからまあ18分の2。してあげると、0.066 ぐらいかな。うん。まあ、てんってなってももちろんいいんだけど、まあ、ここら辺で止めてあげていいんじゃないでしょうかね。はい。で、その続きだな。じゃあ、O はっていう話やん。で、じゃあ、O はいくつなのって言ったら、O はそこからもう引くしかないから、全体の重さである 0.846g から、0.6845 と 0.066 を足したやつを引いてあげると、0.0955 と。になりますと。これがの、まあ、今回、この化合物 A に入っている重さね。炭素原子の重さ、水素原子の重さ、酸素原子の重さと。じゃあ、あとはま、C 対 H 対 O を求めりゃいい話だから。まあ、これもいつもの流れなんだけどね。計算えぐいよね。0.6845 対1対の 0.066 対16分の 0.0955 と。ここまで大丈夫かな。そうだね。まあ、ここら辺は本当にもう一連の流れ。それこそセンターにも出るもんな。OK です、OK です。じゃあ、あとここ計算するんだけど、まあ、これもえぐいですよね。結構大変だったね。0.0、これ57ぐらい。で、0.、まあ、ここは別に問題ない。0.066。で、ここが 0.00、00597。これは基本的に一番ちっちゃいやつに合わせてあげて、もちろんこれで割るでもいいんだよ。うん。やった、それ。あ、やった?まあ、やってもいいんだけど、俺はね、どちらかといったら、これをなんか、整数にはしたいなと思ったから、一度整数にしちゃいました。
整数に持ってってあげると、まあこうなるじゃん。であとはまあ基本的にね、難しい大学って割り切れないことが多いから、これも割り切れないんだけど、一番小さい数で割ってあげるっていうのがポイントね。だ一番小さい数で全体を597を割ってあげると、割ってあげると大体、まあ、9.55 と、10.05 と、まあ、1と。で、あとはもうこっちに合わせればいい。はい。今回エステルがあるよって言ってるから、少なくとも O って何個ある？ O の数？そうだね。2個だね。OK です。O って少なく見ても O2 は絶対あるはず。要は Z は必ず2にはなるはずだよね。うん。まあ、今回の問題はエステル結合は何個というのは書かれてないからちょっとわかんないけど、とりあえず最低2あるから、この場合は ×2 はしないといけないかな。で、×2 するとこれもまあ2ありでいいです。あ、これはイコールぐらいか。2ありかな。19対22対2ってなります。で、これじゃなくてもう1個エステルがあるんじゃないのってなったら、ここからさらに何倍？そうだね。2倍だよね。これもわかるっしょ。これ2倍したらさ、ここが38になるじゃん。見る？ 38 になるでしょ。38までいったらさすがに500超えそうじゃない？ C の、原子量だけで456もいくんでしょ。耐えきれないね。もう O4 でしょ。無理でしょ、64だから。足したら500超えちゃうでしょ。ということで、まあこれは別にしなくてもいいかなと。そしたら答え多分これこう282っていう風になりますと。で、まあ本番はちょっと時間ないからとか言って多分先にブワーっていくのよ。で、ここね、最初に確認したさ、これあるじゃん。不飽和度は少なく見積もっても9なんでしょ。じゃあこの時点で不飽和度9じゃなかったらこれアウトだからね。だから必ずその確認もすること。じゃあ C19H22O2 の不飽和度、っていうのは2分の1括弧2かけることの C の個数足す22だね。これ計算するとさ、ここで40でしょ。で、引く22だから18でしょ。ってことは9じゃん。ってことは、最初の文章で読んだ、ここね、ここ見てね。ベンゼン環を2個含むで不飽和度8、そしてエステルで1の9で正しいよね。ここまでやって初めて答えにしなよ。